こんにちは、京都一番絞りのなべっきーです。本日は四条大宮に来ております。こちら四条大宮にある新宿会館ですねを東の方に歩いていきますとすぐに見えてきます、京都三画の旗が見えてくるお店があるんですが、はい、見えてまいりました。京都三画のフラッグが掲げてありますこちらのお店です、こちらのお店ですね、京都三画の上映、放送しておりますイタリア料理スポーツバーのビストロマスさんです。本日京都三画のアウェーの試合を、こちらで上映されるので、見てきました、実は私京都三画のサポーターです。アウェーですね、ちょっと行くのも大変ですね。こちらで、お邪魔しております。店内の方です、イタリア料理のお店ですので、こちらイタリアンチックなのかな、アウェイの試合ですので、こちらの方テレビの方もございます。で、京都サンガの、選手のサインとかスポーツ選手のサインいっぱい掲げておられます。で、オーナーさんも京都サンガのサポーターですので、サンガ一色です。さて、こちらの方、料理ですね、ちょっと注文していきます。で、本日、お昼の試合ですので、ランチメニューがございます、こちらパスタランチで、自家製ピッツァランチ、それと、ドリアランチですね、3種類ございます、各1200円で、その他サラダドリンクもついております、あと前菜もしくはデザートですね、どちらかですが、両方注文したい場合にはプラス300円、1500円で、両方注文できます。それと、タバスコ等がない、そしてイタリア料理はこちらのオリーブオイルで、唐辛子につけてオリーブオイルをつけて食べるのが本格派のピッツァとなっております。で、もう一度店内の方をご紹介いたします、カウンター席、それとテーブル席ございまして、一番奥になんか座席かな、座敷の、部屋があったと思います。で、視聴用のテレビ2画面2種類ですね、ございました。で、アラカルトメニューもいろいろとございます。で、こちらの方が本日アルベレックス新潟対京都三画第38節の試合となっております。さ、まず前菜やってきました。前菜の方、イカとマグロのカルパッチョとなっております。ちょっと続きまして、サラダ、ちょっと動画撮り忘れまってたのでサラダ届きました。それとメインディッシュの、私スパゲティ頼みました。イワシとオリーブ、全粒粉トマトソーススパゲティ、すごいアルテンテで本格スパゲティでした。それと最後にデザートの方、こちらジェラートと、なんか洋梨のタルトだったかな、そちらとなっております。こちらで1500円のランチメニューとなっております。さて、ランチ以外のメニューですね、こちらタブレットで、注文できます。で、まあ、おすすめやら前菜やらピッツァパスタ、もうその他いろいろとございます。で、押したらこういろいろと、メニューが出てきます。で、ピッツァも種類がいっぱいあります。で、これがスパゲティパスタですね。あとメインディッシュ、で、パン類で、デザートですね。ほんと多種多様の、メニューがこちら、ご用意されております、それで試合ですね、始まりました。試合の方を見ていきましょうか。というか、もう著作権の関係でこれ以上映せませんけど、まあ、このようにして試合を観戦しながら食事もできるお店となっております。で、こちら今日の試合、ボロ負けです3対1で負けました。それと1点だけ一味選手が、ゴールしましたが、ゴールした時にこちらお店の方ですが、こうライトが点滅してみんなで拍手喝采
なんか大盛況ですけど、まあもう3点入ってたのでちょっとシーンとなっておりました。試合の方負けちゃいましたが、美味しい料理を見ながらこちらで、観戦できるビストロ食堂マスさんです。それでは、まとめです。阪急四条大宮駅から歩いて5分、ビストロ食堂マスさんです。で、本格的イタリア料理、各種スポーツ上映のスポーツバーとなっております。オーナーも京都サンガのサポーターですので、アウェー試合は大盛り上がりとなっております。ランチもパスタ、ピッツァ、ドリアと1200円からとなっております。アラカルトメニューも豊富で、本格イタリア料理を食べたいときはこちらビストロ食堂マスさんの方にいかがでしょうか。本日の動画はこれで終わります。今日の動画がよろしいと思いましたら、またチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは京都一番搾りの鍋っきーでした。ありがとうございました。